回目ご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。なんと本当にたくさんの人たちが一度に来たありがとうございます。今回は22回目の新しい花火をたくさん準備をしました。1万3000発の花火が上がりますので、ぜひ楽しんでご覧をいただきたいと思います。今日は雨が降りそうなこともありましたけども、小池の皆様方の力でマンモアドクターに行ってしまいました。続きまして、葛飾納涼花火大会実行委員長であります斉藤勝司、一般社団法人葛飾区観光協会会長より開会宣言をいたします。ただいまご紹介いただきました葛飾区観光協会会長、本日の実行委員長されます斉藤でございます。本日は大勢の方々をお迎えして素晴らしいステージを作ってまいりまして、まだない花火大会のように楽しんでいただければ幸いと思います。そしてまた本日この花火大会を催すにあたり、葛飾区はまたより大勢の方々からたくさんのご支援をいただきまして誠にありがとうございます。そしてまた本日この大会を催すにあたりまして、警視庁をはじめ消防庁、そして多くの関係機関の方々にお力添えをいただいております。誠にありがとうございます。そしてまた今日は皆さん方と心を一つにしてこの花火大会を極めたいと思います。例えば島田の運転のトラさん、日本中を旅しております。その中で大変なお世話になりました九州の細倉市や東北、北海道、たくさんの地域に今大変な災害を起きております。その中で亡くなった方がいらっしゃいます。ぜひとも皆さんの気持ちで貧困の夢を含めて、そしてまた災害を起こされました地域の早期復興を皆さんと共にお祈りしながら、カウントダウンをしながら一つにして花火を打ち上げたいと思います。よろしくご協力お願いいたします。それでは